呂布、張良らの活躍により董卓は洛陽を脱し長安に入る。その陰で古老館で戦った海羽らは連合軍に敗れ散っていった。続く董卓の戦王、天下は疲弊し、官室の権威は失墜の一途をたどる。これを打開すべく官室の重臣たる司徒王胤は立計を講じた。まず自らの養女長仙を董卓のそばに仕えさせる。その一方で長仙を呂布に近づけさせ、董卓を斬るよう仕向ける。連環の計、暴威の毒をもって暴虐の毒を制す秘策。長仙は義父の恩に報いるべく言葉巧み呂布をたぶらかす。果たして呂布は長仙を信じると董卓暗殺のため武器を取った。野心、大義、法恩、情念が渦を巻いて長安を震わせる。呂布の刃は、長仙の思いは、暴虐の王董卓を倒せるか。この長仙、闇に舞う覚悟はできています。長仙、お前の話俺にもよく分かった。何も心配はいらん。董卓などすぐに俺が斬ってやる。宝仙様、なんと頼もしいお言葉。私もお手伝いいたします。共に董卓様を討ちましょう。呂布殿、本日はお日柄もよく。あれ、そうでもないですね。すみません、まだ緊張してまして。あの、董卓討伐頑張ってください。あなたの強さは正義です。非道とそしられても気にしてはダメです。長仙殿の憂い顔、あら、よくない。なんとかどうにかしたくなっちまう。安心しろ、お前じゃどうにもならないよ。ですよね、長仙殿。長仙殿の養父は王胤、官室に絶対の忠誠を誓っている方です。呂布殿は形ばかりとはいえ董卓の養子、養父に刃を向けるのは二度目ですな。俺、王胤殿の独り言を聞いちゃったんです。連環の計とかなんとか、一体何のことなんでしょうね。角殿が留守でよかったです。今なら董卓を討つのも比較的容易でしょう。呂布殿が反旗を翻した今、董卓は裸同然。あとはじっくり追い詰めるだけです。あ、すみません、偉そうなこと。私、軍師に憧れていて、つい。呂布殿が董卓を討てば、都に平穏が。なんだかピンときません。閣は、変幻自在の策を操る軍師。ある意味、董卓よりも面倒な存在です。いたずらに政変を起こしただと？感心せえへんな。いい加減にせい。変な鉛が出ているぞ。シャレなんて言わず黙って従えばいいんだ。董卓は恐怖で人々を支配してきました。呂布殿の圧倒的な武門、その一端です。董卓は虎を飼っているそうです。奴に似てとても獰猛らしいですよ。都でそんなものを買うなんて、暴れたりしたら誰も抑えられませんよ。長領殿はこの計画を知らないですよね。それって敵として登場ってことじゃ。
長領殿はあくまで董卓の配下、戦わないといけないんでしょうか。宝仙様は私を信じてくださいました。騙しているようで心苦しいですが、ですが全ては菅の世のため。お父様、私は必ずやご恩に報います。出ます、門を開けてください。開門します、ご武運を。長安に入る手はずは整っています。宝仙様、待って。まずはお父様と合流しましょう。なーにー、呂布と朝鮮が裏切っただと。さあ、まとめてやつだけしてくれるな。勝てるわけねえ。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。あの目は私の策を乱しか、さっき始末しておくべきか。大事ない。さあ、共に董卓を討とうぞ。董卓は脱出を目論むはず。まず西の橋を塞ぎ、奴の逃げ道を断つのだ。いいぞ朝鮮、だが無理はするなよ。したなど面白くない。させません。俺と来る。させません。させません。私の前見切れなくはまだ猛獣が放し飼いにされておる。うまく従えれば役に立つやもな。
相手だ。かい。無理はするなよ。まであとわずか。何としても董卓の戦後に終止符を打たれば。いいぞ朝鮮、だが無理はするなよ。貴公らとは刃を交えたくはなかったな。これも乱世の罪。いざ覚悟を召されよ。董卓の逃げ道を塞ごう。玉将軍と朝鮮は東から奴を追い立てよ。
つまで手を焼いておるのだ。早く裏切り者どもを討ち取れ。ここは何としても死守してみせる。できそうにないか。次の策を講じねばな。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。さあ無敵の時間です。働きを見せたな。さあ、無駄の時間です。待っていろ、挑戦。すぐに盗賊を通し、お前の願いを叶えた。さまごしいお言葉、ありがとうございます、宝星様。ご覧ください、極上の場合でございます。こうなったら、長安など国にやるわ。この首、もらい受ける。いざ。わしわしのわけにはいかん。さっさと開門せい。さあ、無敵の時間です。なんじゃ、足がかかっておらんではないか。さあ、無敵の時間です。とんだ
陛下の常、またお相手願おう。敵将打ち取りました。いいぞ挑戦、だが無理はするなよ。だけでも始末しておくか。すでに長安は包囲している。まあ東西の侵入路は潰されていたがに。本帥様、ここを脱出しましょう。董卓は倒せました。これ以上は王位を突破するぞ。さあ、秘密の兵器の出番だ。トラがいるぞ。でしょ、兵器だって操作してらんねえ。トラが相手じゃさっきの新しだ。俺もなかなかやめてる。どうしてトラがこんなところでじっとしてられっか。これは無理だ。まさかこれを使って復権を巻き出すとは。敵将撃ち取りました。いいぞ挑戦、まだ無理はするなよ。お覚悟。働きを見せたな。その組もらい受ける。いざ。
余計なチャチャが入って策が台無しだ。腕ずくでここまでやられるとは。いや楽にして差し上げます。のために董卓を討ったのだぞ。宦官も董卓も俺を追った奴らも皆同じか。俺は必ず戻ってくるぞ。いつか長安に戻り、くだらん奴らを叩き潰してやる。